ベーガはノルウェーのヌールラン県の都市。地方自治体となったのは1838年1月1日のことである。ベーガはベーガ群島の6500の島々を含んでいると同時にその中の首都の名前でもある。面積は163平方キロメートルである。ベーガ島における人類の生活の痕跡は1万年前に遡るものであり、ノルウェー北部では 最古の痕跡の一つである。かつてそうであったのと同じように、現在でも、なお漁業と農業が、島の重要産業となっている。今日の島の住民は、ホーランド、バラ、イジロイ、グラットシュタットに集中しており、特にグラットシュタットには、市議会があり、島の商業的中心地にもなっている。2004年には、ケワタガモの羽を取ることを中心産業としてきた、 群島の農業、漁業双方に関わる文化的景観が北極圏の真南に位置する厳しい環境の中で1500年以上積み重ねられてきた持続可能な開発の例表として評価されユネスコの世界遺産に登録された。なお、米河ガ群島に見られる海洋性の気候と石灰岩の岩盤はこの地で10種の乱や210種に及ぶ鳥類を育んでいる。名のガは 群島の首都であるベイガ島に由来している。ベガは古代スカンジナビア語ではベイガと書かれ、おそらく島の故障を踏まえて流れるものを意味するベイグから派生したものであると考えられている。1891年まではビゴと書かれていた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。